はようございます。カイマリカです。今日はですね、今空港に行って、これから鹿児島に飛ぶんですけど、なんと朝焼けの中タクシーで乗ってて、もうそれくらい早い、5時起きぐらいでしたね。はい、ちょっと眠いけど、まあ、飛行機の中で寝れると思うので、2時間ぐらいかな。で、鹿児島に行ってきます。今回は鹿児島の中でも指宿で自然と文化に触れながらウェルビーイング体験をしていきます。どんな景色に出会えるのか楽しみです。まず着いて最初に訪れたのは橋群川遺跡の博物館にやってきました。まあ、何よりもね、まず歴史を知ろうということでやってきたんですけど、ここでは1万年前の生活がどんなものだったのか展示されているんですけど、なんとこの後1万年前の食事を体験しに行ってきます。この辺はですね、今ぐらいから。ちょっと薄くなってますね。夏は本当にもっと強い香りがするんですけれど、マスクなんかにちょっと一滴垂らしておくとですね、喉が気持ちよくなります。でこれは5月の下旬になりますとね、白い花が咲いてですね、このままでも十分これは香りします。すごい綺麗。そんなに、はい、ありがとうございます。あ、ちぎった瞬間もうマンゴーのような、ね、甘いですね。香りがもう本当にパッションフルーツみたいな香りが想像するの。今日はこれを手で食べる、パクチー、ここのハーブティーと、なんと一番大好きなミントチョコアイス。はい、嬉しい。いただきます。こちらです。今回の宿はすごく綺麗な伝統を感じる白水館に泊まります。ここでは砂蒸し温泉をプライベートな空間でできるので、写真とか撮るのも可能です。お風呂上がりにいただいたデトックス効果があるクロスジュースがすごく美味しくてすっきりしました。こっち側が茶室でベッドがあって、いやー綺麗、すごーい。今砂風呂初めて体験してきたんですけど、もう3分ぐらい入っただけでブワーって全身から汗が出てきて、今化粧してないんだけどこんなにすっきりして肌もツヤツヤ、気持ちよかったな。今日寝る前にもう一回やろうかな思ってます。なんかもうすぐで夕日の時間、綺麗。いや、
夏は、あら、夏はここでね、プールサイド、うわ、いいな、海目の前のプール、すごい、本当に海目の前だから、客室からも海見える部屋が多くて、すっごい開放的です。ちなみに私たちの部屋はそこら辺です。5階一番端の部屋です。綺麗。あったみたいなんですね。私たちは日本人、中国人と思うんですけど、向こうからヨーロッパから見ると、ね、東山って下で支えてますよというスライドになってます。この壁面の金箔も本物です。こうして見られると、1センチ角がこう張ってあるのが分かりますか。あの鹿児島にですね、川鍋仏壇といって、金箔の仏壇が伝統工芸になります、ね。これあのハーフリンですね。やつが出てきます。料理をいただきます。ローズマリーとかね。さっきのハーブ園のハーブがたっぷり出てくるそうです。作られてるクラフトジン、ジンセブントニックのジンドニックをいただきたいと思うんですけど、その前にここにある今日さっき行ってきたハーブ園のハーブたちを自分のこう好みでミックスしていこうかなって思います。でこれは、ローズゼラニウム、結構独特な香りがするやつ で、これはまあ結構皆さんも知ってるローズマリーと、でこれが私今日初めて見た、メキシカンマリーゴールド、これの葉っぱがすっごいいい香りするんですよ。ちょっと甘いけどちょっとウッディっぽさもあってすっきりとした絶妙なハーブだから、これちょっと多めに入れようかなって思います。このまま入れればいいんだけど、入れてローズマリーも入れて、やっぱジンにねローズマリーは結構合いますからな、ね、華やかにお花を入れて、こんな感じでいいのかな、マリカマリカスタイルいただきます。美味しいし、やっぱ香りがすごいするから、なんかより華やかなジンクニックになりました。しかも明日ここの蒸留所に行くらしいので、それも楽しみです。朝ごはんはこんな感じでめっちゃヘルシーです。フルーツとヨーグルト、あと後でおかゆがきます。朝ごはん食べてきました。なんかフルーツとヨーグルトとおかゆだったのであんま重くなくてちょうどよかったです。でこの後、まあ、今日は2日目なんですけど、この宿をチェックアウトして、で、お昼はうなぎだそうなので、それもね楽しみなんですけど、とりあえずまずはメイクして準備します。2日目のファーストアクティビティはまず清流寺にやってきました。本当に広い敷地には日本庭園が広がって、結構景色によっていろんな景色が見られそうだなと思うんですけど、まずはここで心の癒しを整えます。
北斗七星で見る見方とかですね、いろいろあるんですよ。28の星の見方で見るところとか。土曜星でした。来年の運勢、お寺についているカフェにやってきました。なんかちょっとアメリカの、映っちゃう。あー、暖炉がある。今は私はどこにいるでしょう、はい、なんとお寺のカフェにお邪魔しています。2日目の今日はさっきまず1つ目のスポット清流寺に行ってきたんですけど、そこで呼吸法を教えてもらって瞑想をして、本当に心も頭もすっきりして、久々に瞑想したんだけどやっぱりいいですよね。ちょっと整った感じがあります。で、今日はこの後うなぎを食べて、でそこから蒸留所に向かいます。めかちゃんもね、うなぎ大好きなんで、ね、会長、山椒ってもらってもいいの？あ、これか、このブロがついてる。あ、これか。ちょっとね、今コロナ禍でですね。そうですね。蕎麦屋行っても七味これだもんな。それがあのタレが、これタレですか。あのタレがですね、足りない方は、はい。いや、これはやってます。結構聴取率いいですね。夜中にしては。そう、太郎さんの感じとあの時代。そう、あの時代。80年の。そうそう。あとですね、隣が。ないもんね、他ないですね。続いては鹿児島といえば焼酎ということで大山陣七商店にやってきました。飲みまして、でハードに漬け込んで、もう一度蒸留してあげるという工程を、この蒸留機で行っています。今結構クラフトジンってこう耳にしたりすると思うんですけど、はい、焼酎を使ったり、米焼酎を使ったり、鹿児島なので弊社の場ではベースのスピリッツに芋焼酎を使っているところで、で地元で採れる、ハーブであったり、でも今からまで仕込みが終わっているので、ちょっとフォローしてください。で弊社では、今年の2月から、ラムも作り出しましたので、まだホワイトラムっていう状態なんですよね。で、樽に入れてあげることで着色して、ゴールドラム、ダークラムという形で、経年変化といいますか、熟成されていって、いろいろ味わいが変わってくるというところで、下の方には、ラムが今ちょうど入っているところになります。弊社の商品で、ジンでいうと一種類だけ、カシダールで貯蔵したものがございます。昔はこれに焼酎を入れて、こうやって、それでみんなでお外で飲んでたそうです。すごいかわいい。しかもこれは、お弁当箱的な感じで、ここにトリザーとか入ってたりとか、それとかもっとミニチュアバージョンで、ここにだいぶ興味を持たれますね。入ってる。めっちゃちっちゃい。こうやっていただいてたそうです。かわいい。使う。今あってもおかしくないデザイン、めっちゃ素敵なアンティーク焼酎ピクニックボックス。こちらが昨日いただいた人質のちょっと面白いよね、このちょっとお酒にこう入れる、プッシュで入れて香りをつけるっていうのがすごい面白いなと思って。これがラム、はい、ということで1泊2日の指宿ウェルビーイングツアー、今終わったんですけど、さっき初めて焼酎作りと、あとクラフトジンとクラフトラムが作られてるところを見学して、でお土産に、ジン七の2種類を買いました。なんかどっちも本当にボタニカルな感じがすごく良くて、でも
お土産にいいなと思ってちょっと小さめのサイズの購入しました。道の駅に着いたので最後にお土産を少し買って帰ろうかなって思います。なんか観葉植物とか売ってる。どこ？あ、本当だ。ラメンレタスも育てられるそうです。流行りの野菜、キャベツすごい。あ、ちょっと南国の道の駅って感じ。お肉もいっぱい売ってる。お茶がいっぱい売ってある。あとはまあもちろん焼酎もいっぱい売ってて、こんなにいろいろあるんだ。芋飴、初めて見た。いろんな野菜もいっぱい。あ、カリフラワー、指宿さん、あとねお芋がたくさん、いろんな種類がある。さっきなんか干し芋あったからそれ買って帰ろうかな。あ、かつお節、日本一、指宿の日本一。だしパックいいな。ソフトクリーム、バナナソフトクリーム、めっちゃいい景色。もうね、とにかく2日間天気が良かったから、あ、それはね最高ですよね、どこ行っても。でね、最後にこのソフトクリーム、バニラとなんとオクラミックス買ってみたので、これを食べてみたいと思います。大丈夫かないただきます。あ、オクラ感はそんなに ないかも。オクラ感はそんなにないかも。美味しい美味しい美味しい。全然いける、うまっ。すごく良かったので、また違う季節にも来たいななんて思いました。ぜひ皆さんもチェックしてください。チャンネル登録、そしていいねも忘れずにお願いします。またねー。